今回はここだけコスミックイラに 3G があったらに対するネットの反応を紹介します。劇場版シードのネタバレを含みますのでご注意ください。それではどうぞ。本日付でコンパス配属になりました、獅子王ガイです。少しいろいろあって新人類エボリュラーやってます。得意なことはファイナルフュージョンです。ちなみに 3G のメンツもこっちに移動してます。正真正銘の宇宙の化け物じゃねえか、ブルコス並み感。いくらコーディネーターでも宇宙服なしで生身で宇宙飛んだり光ったり生身で気合い入れただけでハッキングは無理だよ。あなたこの後地球追放されるでしょうが。格好が格好だからあれだが、帰ってきた後かもしれない。扱いとしては強化人間になるんかな。スパロボアルファシリーズかな。イレーザーヘッドでファウンデーション王国も無事に終わるという。核爆発を止められるイレーザーヘッドの重要度半端ない。爆発のエネルギーを宇宙に放出することで自爆ゲースラム効果するの強すぎる。ガオガイガーに出てくるスーパーツールはガンダム世界で使うには強すぎるし、優しすぎる。地球外からの侵略者相手はエキスパートだけど人間同士の争いはどうだろうか。この人バイオネットっていうテロリストがいまして、バイオネット相手に戦い続けてたからお手の物だぞ。基本的には参加できないけど、地球外の技術使ってるバイオネットに対しては例外的に 3G 行動できるから対人戦ももう満タイ。何が勇気じゃ、レクイエムを左手一本で防ぎよって、なんじゃあの胸にライオンつけておるふざけたモビルスーツは。あんなモビルスーツがおるか。いや、ビルドシリーズにはいるかもだが。ジェネシックだったらお前らに勝ち目ないぞ。ジェネシックじゃなかったら勝ち目があるみたいに言うんじゃありません。ファウンデーションの勝ち筋はファイナルフュージョンに失敗して相手が自爆する以外ないんですが、初期のガオガイガーほど勝率高いじゃん。やったねアウラちゃん、なお勇気で補われる模様。ガオガイガー全高 31.5m、重量 630.0トン、デストロイ全高 56.30m、頭頂高 38.07m、重量 404.93トン。ふむ、ちょうど良いな。なお戦力はちょうど良くない模様。体格差があればガオガイガーといい勝負ができると思っているのか。体格差で圧倒するならキングジェイダーぐらいじゃなきゃどうにもならん。あの、忘れがちなんですけどガオガイガーさん、地上は 150km 以上で走って、空は真っ赤1から3で飛んでくるんですよ。ガイ兄ちゃんの時点で新幹線と並走するレベルだからな。強い確信。ガオガイガーって格闘戦も多いから運動性や追傷性も高いんだよな。まあフュージョンっていうぐらいだから肉体の延長で扱えるって感じなんだろうけど。まあデストロイはブロークンマグナムで一撃でしょう。ブロークンマグナムが直撃して一発大破しない機体はコスミックイラにはいねえよ。いないよね。キラ巡将、諜報活動ならお任せください。最近スパロボ DD の00のシナリオで映画の暁並みのことやらかした忍者。時間制限のないミラージュコロイドを常備して凄まじいスピードで動きフェムテク装甲を無効化できる。これがオーブに効く忍者か。一緒にいい仕事ができそうだ。ボルフォッグはターミナル向けよな。ボルフォッグは現場だけじゃなくて電子戦もいけるから、アスランだけじゃなくてメイリンの補佐も務まる有能さ具合。戦災被害者の救助活動なら任せてください。コスミックイラだとマジで休む時間ないぞ君たち。カーペンターズという単純な修理修復ならすぐさまできるメカ。まあブルコス相手なら合体せずに格が大マシンで戦った方が人手という意味でもありがたい。さらっと登場したけどやってることはズバ抜けてヤバいやつことカーペンターズ。ボロボロになった最先端都市を一瞬で修復するぶっ壊れメカじゃん。ファウンデーションがどれだけ破壊活動しようがイレーザーヘッドで無力か、あるいはカーペンターズで即修復とか、かわいそうがすぎる。ディスク X 持ったマイク一人で貫通できるんだよね。正直、ガオガイガーどころかマイク相手にしても勝てる気しない。マイクは攻撃力だけならゴルディオンハンマーとかのハイパーツール抜くと 3G 最強だからな。
逆にこの人がエボリューダーになるところまで 3G が戦い続けて平和にならないこの世界なんなの。ロゴスとバイオネットが手を組んだ。ブルーコスモスが市街地で暴れてるだと？ディバイリングドライバー戦闘区域隔離。その頃、ソルダーと J1N あってターミナルに所属していた。目立つ。戦闘特化すぎるエージェントだ。機械仕掛けのサイボーグごときなどアコードである俺の敵ではない。俺が最強だ。シュラはすごいな。生身で音速飛行できるのか。ガガが本編中って種か運命のどっちだろうか。とりあえずキラ、アスラン、シンの誰かをゾンダーにする四天王はいると思うんだ。種無印とガガが TV 版、種デスティニーとガガがファイナル、種自由と破壊王と一緒に分けてしまうとかどうだろう。了解してストレス発散。闇に落ちろがルイジゼットメタルを使ってフリーダムゾンダーになってしまう。内心ストレス溜め込んでるオルフェ、言わずもがななイングリッド。この二人だけでもゾンダー化の上階すればお釣りが来る。誰かこの二人にも触れてあげよう。まあこの世界だと元軍用ロボという重しがのしかかるんだが。風流雷流は軍事目的で作られた兵器だけど、先輩の影響で人命尊重に目覚めて勇者になってヤン司令にもそれが認められたんだよね。製造目的を超えるってアコードからしたら理解不能なんじゃ。自分の気持ちに従ってやりきったイングリッドみたいなもんだから、惜しいとこまで行ってたと思うアコードも。勇者ロボ側からもデスティニープランの否定ができるな。デスティニープランなんて 3G からしたら地雷以外の何物でもないんよ。イレギュラーとはいえ本来不可能な組み合わせの合体を成し遂げたこともあるしな。アコードは勇者ロボの心は読めるだろうか。無限情報サーキットである G ストーンが複雑回帰すぎるから読めないと思う。全身 G ストーン人間長い兄ちゃんは絶対に読めん。30連太陽系の無数の命の思考を同時に独身兵器ならいけるか。つまりは無理。スパロボだが似たような飛び影、ヒーローマンはフェスプムですら読めないから無理じゃないかな。仮に読めたとしても勇気の爆発力で覆されるのが目に見えるわ。ジェネシスはゴルディオンクラッシャーで無力化できるか。破壊するのは当然余裕だと思うけど、発射されたものを打ち消せるかどうかはようわからんな。ガオガイガー世界でもジェネシスはやべえ代物すぎんな。唯一スーパーロボット時空でも通用するだろうと思えるコスミックイラの大量殲滅兵器、ジェネシス。地球をレンジでチンするって発想が悪魔的すぎるんだよな。デカ時系列が破壊王だとこの人もいるのか。ガガガとのクロスオーバーはベターマンもついてくるのでお得。ご視聴ありがとうございました。ぜひチャンネル登録お願いいたします。